ソマとは、イカ本項目では、国家や自社が管理した、ソマについて解説する。ソマとは、古代から中世にかけて、律令国家や貴族、自社などの、いわゆる検問税屋が、蔵土や混流など大規模な建設溶剤を必要と、する事業に際して、その溶剤の伐採地として設置した山林のこと、後に一種の省園として扱われるようになった。 7世紀後期以後、都の造営や邸宅、寺院の建立などの大事業が、相次ぎ、完成後も修理保全に、大小の工事を要したため、木材などの大量の建設用材が求められたが、当時の交通条件では、都のあった、機内もしくはその近隣の国々の山林から、調達せねばならなかった。そのために、特定の山林が、 ソマとして設置され、そのソマから木材などの調達が行われるようになった。自社の場合は、国家や信者からの寄進や購入によって確保された、山林に、ソマが設置された。代表的なソマとしては、大見国狂本郡に置かれた、藤原京造栄養の田上ソマ、伊賀国名張郡に置かれた東大寺造栄養に、高県天皇が寄進した板派へソマ、丹波国総伝軍に置かれた。 平安系造営用の山国蕎麦などが知られている。現地には出先機関として山作所作所と呼ばれる出先機関が置かれ、蕎松つかさなどの担当者が蕎麦港、イカダシ、木守りなどを率いて、伐採から製材、輸送までを行った。蕎麦は山中の森林であるため、 明確な境界線が定められておらず、伐採する木を求めて周辺へと広がっていく傾向があった。また、ソマツカサイカの食料は本来はソマを保有する国家や、検問が支給するものであったが、後には何らかの事情で支給が困難となったり、山林の減少や気象条件などの問題で、伐採作業が行われなくなったりした時には、ソマ公たちは、伐採地の跡や、 山中の谷間、山林周辺の荒れ地に、焼き畑や工作を行うようになった。蕎麦は山林であったために、その四、イタリが不明確な場合も多く、蕎麦子は、自らの蕎麦を守るべく、蕎麦の四、イタリを犯したとみなされたよそ者からは彼らの持つ鎌や、斧などの道具を取り上げた。蕎の所有者であった検問の中には、 こうした高知もソマ公の生活に関わる部分であるとしてソマの一部としてみなし、ソマとその周辺を荘園として認めさせようとする動きが10世紀後期以後活発化した。その結果、12世紀には修理職の諸資料となった山国ソマなどを含めてソマの多くが荘園化されることになるが山林を主体とした荘園であったために年貢としては材木や 林産加工品が期待された。また、余剰の木材や林産加工品は都市において販売され、さらに、木材の伐採や搬出には多くの人力を必要としたため、領主側の容認のもとに、元の諸馬港をはじめとする庶民の組織編成が進展し、総村などの住民自治の母体となる場合もあった。ありがとうございます。